あのね来年も SKE フェスティバル公演に出るんですよ何から話すああでもああどうしよう「超世代ありがとうございました」もあるし「超世代」もあるし「いい」も出るしいろんな渋滞中 姫たん昨日終始輝いてみれた嬉しいありがとうございましたこんばんは兼任かもしれんみんなごめんなさいそう話題盛りだくさんなのなのにこんな時間に始めてごめん今ね超長世代そう長世代が終わってからあの あ暴言でしした反省してま姫汰んほっぺがすっきりしてていいねって言って <laughs> 姫たん顔が出頭してて可愛い,いねって言ってそうしたら許してあげる <laughs> いやちょっと話したいことが本当にたくさんあるんだけどねこんな時間から始めて本当にごめんねで まずは、あの、超世代終わってから。なんか、ひょんなことに、ひょんなことがあって、ひょんなことがあって。ひょんひょんひょんで、なんと、実家帰れることになって。そう。ひょんなことと言ったら、あの、あれです。新幹線が止まってた事件があったみたいじゃないですか。そう、それでね、超世代行けなくなっちゃった人もいらっしゃって、本当に悲しかったんだけど。 私はそのおかげでそう実家に帰れることになって今実家なんですようれしすぎる実家なのですプレゼントありがとう昨日のコンサート行ったら姫太のパフォーマンス良すぎて吠えましたうそれが一番欲しかった言葉です昨日の私今日の私も欲しかったけどありがとうそう 帰省すると思ってましたそう本当は帰省できなかった予定なんだけど今日もお仕事があったんだけどそう新幹線の延長でできなくなっちゃってなくなってそうひょんひょんひょんなことがあって帰れましたお仕事なくなったのは悲しいけどでもお家に帰れて嬉しい 雪の結晶もありがとう昨日は東京駅大混乱でしたね本当にかわいそうそうで親がサッカー好きでワールドカップを見てて私も一緒に見てたっていうことですい,いい公演練習する時間がない <laughs> 本当にそうそう せっかくの家族の時間だけど練習しなきゃっていうあれがあってユニット衣装似合いすぎてましたかっこいい本当キミちゃんからね占い師みたいってバカにされてたんだけど <laughs> ありがとうキミちゃんの衣装可愛くってね羨ましかったんだけど頑張ってた姫たんありがとうそう年内にもね帰れてよかった 止まってた原因が名古屋駅の停電あ、そうだったんだなんでなんでどうしたんだろう雪降ってたからなんで停電しちゃったんだろうねそう長世代も良かったでしょみんなそのね新幹線の件で来れなくなっちゃった人私のファンの方でねいらっしゃるから本当にかわいそうなんだけど 配信あるといいよねカメラはあったけどあれは後ろの映像のためのカメラだったのかそれとも収録するあれだったのか本当にかわいそうなんか救済があればいいんだけど来年のいい声も出るんですねそうなのその話もしたいの でもね話したいことが多すぎて「こん,ばんはそうあの生配信がないってだけでなんかいつかねなんか当たるいけど「みかんぜん TV」さんはねそうあのー、密着してくださってて裏裏の私たちが見れるのかも。 知れませんけどステージ上のねパフォーマンスしてる私たちも見てほしいですよこれなくなっちゃったファンの人たちにも本当にかわいそう前乗りしてた人はね前乗りしててよかったよねあ名古屋駅の線が切れちゃったの電気のえー、原因はまだ調べ中なるほどえー、本当にかわいそう あと30分でお話できそう。えー、でも私ね、いっぱいお話ししたいことが湧き出ちゃうから、できなさそうかも。あと今からね、あの、E 公演の練習しなきゃいけないの。さっき帰ってきたばっかなんだ。E い公い演のね、練習しなきゃなんだ。さっきお父さんにね、DMM で E い公い演つけてもらってた。<laughs> で、思い立って、あショールームやりたいと思って、しました。急遽。雪の結晶ありがとう。 アルゼンチンチそうアルゼンチンのユニフォームさー私の色なんだよね嬉しいちょっと優勝チームが私も優勝ってことそれ違うこんばんはトラブルで来れなかった人には無料配信してあげてもいいのにねねっ でも配信もすごい機材とかで大変なのかしらねなんかあるといいよね本当に「<laughs> 姫めしの友達でコロナの濃厚接触者になって調整が行けなかった人がいるえかわいそうかわいそう」ねえペンライトもすごいね水色と白のアルゼンチンカラーが。 たくさん見つけられてちゃんと見つけられましたうれしかったでもね違う色に変えてる人もねいたの知ってるんだ私 <laughs> 見えてますそれもお疲れありがとう昨日の姫たん優勝してた本当にプレゼントありがとうそれ思って見てたえ 水色と白えそうあのねサイリウムカラーね変えてる人ね見たんだよねこのコメント欄にいるかなレインボースターありがとうちょっと前髪が決まってない。 コンソールくの横にいたけどコンソールたなんだそりゃはその後ろにテレビ局のカメラあったねえー、そうなんですか何だろう未完全かなえー、なんかえー、見れるといいねコンソールたってなんだレインボースターありがとうありがとう今日もお疲れ様です プレゼントありがとう。ねえ、もう本当に話したいことある、たくさんある、みんなと。他のユニットは許して。<laughs> いいよ。いいよ。<laughs> ユニット、ユニットは見えないから <laughs>。振ってあげてください。よく見えてらっしゃる。見えますよ、そりゃ。 あれここに水色白とあれペンライトいたはずなのにいないなあ,あれれ <laughs> 他の色振ってるなあとかあサイレームありがとう <laughs> あこ、な、なになんだっけなんだっけなんちゃらたくなんちゃらたくああ音響さんのところなんだ なるほどえー、テレビ局のカメラがあったねモニターのカメラとかじゃないのかなでも嬉しいねなんかどっかで配信あったらいいのにねいつも以上にパフォーマンス良すぎて双眼鏡で秘めたのか確認しましたえ それはちょっとなんだ遠回しに前の姫たんは <laughs> みたいなでも昨日は本当に頑張ったので嬉しいですそれをまた継続させます頑張るぞプレゼントありがとううんフェスティバルのレッスン順調ですか うん今から頭4曲を覚え直しますなんかね良さげな振りぶりがねなくって12人公演のねちょっとね大変な作業になりそうです頑張ります楽しみ今から覚え直すんだ「雪の結晶とサッカーボールありがとう姫氏歓喜」 姫氏です昨日初めて水色白を振ってみましたええー、嬉しいありがとうございますもうすごい元気もらいましたおかげで頑張れましたプレゼントありがとう 神々感動本当嬉しいちょっとプレッシャーがすごかったです一気生さんの曲でねバラありがとう昨日は1階席の後ろから2列目にも振ってくれたような気がしたので喜んでましたえっ全席に手を振ったよ私全席目を通したよ結構見えるね中野サンプラザも。 嬉しかった。みんな。姫めし MVP。ひめし。レインボーストありがとう。偉すぎる姫たんは。もっと言ってもっと言って。定点もらってないの？いい公園ですか？いい公園あるよあるある。 でもね定点映像ね重いんだよねあれ軽くならないかしら動作がね重いのあと画質よくしてくれないかしら <laughs> 頑張る姫氏頑張るそうでね1月7日誕生日前にもね私誕生日1月9日なんですけど 1> 1月7日出れるんですよいい公ココちゃんと合宿すればいい公演覚えるのにそこまで付き合わせてあげられんなんだ付き合わせて付き合ってもらえないよ <laughs> 大変だよココちゃんにも生活があるので <laughs> 私練習 するならね本当に完璧になるまで一生同じところをやったりするのでココちゃんとの練習の方法は合わないと思うんだ付き合ってもらうのはちょっと申し訳ないそう1月7日2回目なの発表されたんですよ楽しみー それれ応募すると生誕外れそうで怖い <laughs> そうだからちょっとね怖い人は我慢してもらってまあ恐れない人は <laughs> 応募してもらって大丈夫当たる時は当たるし外れる時は外れるから本格的にいいと兼任 仲い,いんじゃないのん仲良かったら一日中練習に付き合わす,すのんですかだめでしょせっかくのお休みなんだからしかもあの人あれ明日も公演じゃなかったっけ鈴木コ,コナ休んでくださいなもう休み暇ないんだからあの人は。 そう人によってね覚え方全然違うの私ね人とあの覚える作業一緒にするとね姫たん遅いって言われちゃうからいつまで同じところやってるのって言われるから多分すごい遅いんだと思います私 <laughs> 覚えるのそうここちゃん明日も公演だよね頑張れ まだ配信してるあの人こんにちはこんばんは <laughs> いや<ー>そう納得するまで次に行けないの 何だろうねこの効率の悪さ覚えるの早い人本当にねー尊敬尊敬です明日のフェス見学してみたらえそうそれな行きたかったんですよ行きたかったちょっとまだまだ神奈川にいさせてください <laughs> こんばんは <coughs> ここちゃんさっきショールームで姫たんいい公演頑張れって言ってたいやあなたこそ2日もう3日連続じゃん頑張れ頑張れあとで LINE しますここちゃんうんプレゼントありがとうちらちらこんばんはん <coughs> メタンのやり方で大丈夫だよ <laughs> ありがとう優しいいやでもね効率悪いっていうのは自分でも分かってるんだけどねまた来ました <laughs> おかえりありがとう来てくれてうんうん まさか1回だけの出演じゃないとは思わなかったよ。そうなのでもね。先にね。あの年明けのやつは決まってたんだけど。年明けのやつはね。決まってたんですよ。23日の方が追加で。あの出演をお願いされたっていう感じです。そうそう。あ、本当に緊張する。あと何日5日、5日しかない。4日もう4日かな？ そう年明けがね先に決まってたんですよ嬉しい土日手綱入るので姫丹菜触れますね待ってますあクリスマスイブクリスマスイブ一緒に過ごそうね最近どない最近今はねいい公演覚えるよ今から頑張るよ 白羽の矢が立っているという感じですね何 <laughs> その言い方すごい知的ですね知的 <laughs> ねフフェス楽しみーフフフフサプライズだねー楽しみー21日新 S 公演初めて行きますめっちゃ楽しみ頑張りますうわー 楽しみにしててください。よかったらアルゼンチンから降ってね、漏れなく姫氏が喜びます。<laughs> 水色と白色のサイリウム。ね実家にいたらお料理しない？いやーしないですね。そう。 いつも帰ったらねサムギョプサルっていうね豚バラ肉を焼く料理をお願いしてサムギョプサルパーティーをするんですいつも帰省したら <laughs> プレゼントありがとうお手紙ありがとうそういめっしドリブル <laughs> ドリブルうまそううまいよ姫っ子姫っ子のドリブルすごいよ <laughs> MVP だからそう焼肉パーティーなんですよサムギョプサル恒例行事私が帰ったらいつもわがまま言ってお肉を焼いてもらうの料理のお手伝いしないのしない。 たまにするかなもうね普段普段してるからちょっと実家に帰った時くらいはね何もしてないよ <laughs> 満喫中ですそう娘のわがままは多分かわいいと思うのでわがまま小僧してます神奈川県帰省中の姫氏は <laughs> わがままいっぱい言ってます おゆっくり休んでありがとう実家では甘えん坊やねんな <laughs> せやでせやでそうなの一人っ子なので帰省中です名古屋に洗い物残して る <laughs> 名古屋に洗い物残してる。帰ったらちゃんと洗い物配信してみんなを安心させてあげます <laughs>。待っててください。洗い物残してる <laughs> え。え明日氷点フらしい？本当？神奈川もフだな。 ドリブル頑張ってこけないようにねいやー昨日こけまくったもう裏でもステージでも本当に恥ずかしいそれだけが本当に悔しい出来事えそうだよみんなのために洗い物残してるんだから感謝をしてほしいよね私としてはみんなのために洗ってないんだから <laughs> カメラ外で洗ってないので。 うん、感謝してほしいかな「ありがとう」ってまず言ってほしい <laughs> 実家では穏やかな時を感じてくださいありがとう今とても穏やか嬉しい <laughs> うんもう48分経ってるの え、じゃあもうもう日付変わっちゃいそうだよねえ。今何時ですか？あ、ありがとう。あ、ちゃんとみんなやっぱありがとう。感謝の言葉いいよね。みんなもちゃんと言える子だった。安心したよ。ありがとう。言える子だったんだね。みんな。姫氏は？感動しました。<laughs> みんないい子。 洗い物を貯めてくれてありがとうって <laughs> ああもう50分いやだ早っええー、まだ話したいことある気がするけど何だろうなえー、でもちょっとみんな <laughs> 話したいこと話したかなありがとうと「ごめんなさい」は得意技えもうねいいですね得を積んでますね えらい褒めて使わす <laughs> 話したいこと話したかなあと10分ねありがとう私も「ありがとう」そう私もありがと「とごめんなさい」言える子なのでお揃いだね「ありがとうありがとう」「プレゼントありがとう」姫 <laughs> たんにはいつも感謝しかないですえかわい,いみんな見習って 決めたんにはいつも感謝しかないんですだって <laughs> でしょ感謝しかないでしょ <laughs> 謝る速さは自慢できますそれ <laughs> 竹内七海ってこと <laughs> 竹内七海と謝る速さ勝負してみてください <laughs> 最近美術えぐないえぐ <laughs> いえぐいってことはいいってことかな ありがとうありがとう名古屋に帰ったらゆっくりお皿でも洗いながら話しましょうね名古屋に帰ってからもみんなお話ししてくれる私も私にお話 <laughs> ダイアの「秒速すみません」には変なわらないいやーでもねーちょっとみんなに見せてほしあげたい監視カメラとかないかなレッスン中の。 でも最近悩んで、ね、先輩のこと絶対舐めてるんだよねもうねすみません言わない気がする他のチームの先輩だったら謝るかな <laughs> 最近すみません見てない気がするんだよねビジュアルいいて各方面から聞く本当に直接直接伝えてって言っといて <laughs> めちゃくちゃ褒めてるありがとう 直接来て待ってるよそう最近の悩んのねすみません聞いてないな <laughs> あマキコさん呼ぶあもうもうね0.01秒で「すみません」出ると思います <laughs> 監視カメラ見たいお見せたい 入りたての時とかすごかったんだからあの人のすみません <laughs> ねありがとうおりごとそもそもすぐ謝る人は謝る気ありません <laughs> 言われてるよ悩ん <laughs> 気持ちはあるよね悩ん <laughs> 気持ちはあるよね こんばんは真希子さんに「おい竹内」って言わせたいねもう絶対返事もねすみませんだと思う <laughs> はい」じゃなくって「おい竹内すみません」だと思う <laughs> 普通さ「おいあらのはーい」じゃん返事すみませんだと思うなあ真希子さんの「おい竹内」うん 決めたんが風紀委員になろうね。ちょっと s の吸気ね。ちょっと先輩をなめてる節があるんだよね。私がちゃんと正します。9期生のことあ。でも子供たちはねちゃんとしてるんだ。<laughs> 青赤竹、青赤竹。正していきたいと思います。<laughs> 気持ちあったら謝るようなことしないからね <laughs> 言われてますよナヤンさん <laughs> 言われてますよいや手厳しい <laughs> 手厳しいナヤンただ謝ってる <laughs> 謝ってるのにすみませんって言えば早く終わる魔法ですよね <laughs> 言われてますよナヤンさん <laughs> ちょ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 違うって違うって うん、私は先輩なめなめるようなことしないので大尊敬なのですべての先輩リスペクト <laughs> あの3人三人組とねあのヤンキー組とは <laughs> 一緒にしないでください <laughs> S の吸気の治安を姫たんが守ってくださいわかりました 任せてください、私に。青赤竹は危険、<laughs> 危険とまで言われてしまった。うわあと四分だ。いやー。<laughs> 姫たん髪型でだいぶ雰囲気だいぶ変わるね。えー、何がいいと思いますか髪の毛、髪型。今は？今のは？今の見て雰囲気違うと思った？ 髪型もねコンサートの時迷うんだよねそう私一番よく見える髪型な何だろうっていつも思ってるのあなたなどの髪型の雰囲気が好きあなたうん言い残したことないあもう4分なのにちょっと髪型のこと聞いちゃったみんな早くコメントして 青若竹 K2 にぶち込んどくかって言われてるけど <laughs> ぶち込む <laughs> あ構成するかなそしたらその3人もえー、おでこ出し雪の化粧ありがとうふんふんふんあポニーテールいい本当今大人っぽいポニーテールは可愛いあありがとうポニーテール可愛い でも昨日のポニーテールねすごくいい位置でいい高さでできてちょっと良かったですあと3分アディショナルタイム3分姫路市のやばいやばいうん流し前髪ふんふんポニーテール見つけやすかったねポニーテールだと見つけやすかったってめっちゃ言われますねでも夜公演ねポニーテールの人多かったんだよねそれでも見つけられた 今のままがいいこれストレートお団子お団子姫としたことないよ誰と言ってるんだコーコナちゃんは昨日お団子してたけど <laughs> ツインテール一択 <laughs> そんなわけないでしょ <laughs> PK 戦までいきましょう <laughs> 日付超えたら多分ブチブチ切れ配信だよ 髪型も最近のメイクも可愛いですうんベタもめじゃんありがとう <coughs> 延長戦あるかな <laughs> 昨日みたいに <laughs> 昨日って言えばいいのかな今日今日の出来事ワールドカップあの時間は今日なの昨日なのえそういい公演のいい公演のさいい公演の髪型どうしようって思っててうん あー首長いからポニーテールにやるなるほどああねももたんと見間違えるのもちょっとわかるあのー、リハの時にね伊藤美紀ちゃんとももたんと私めっちゃ間違えられた後ろ姿でそうそうやばいあと1分いやー30秒えみんなありがとうありがとうバイバイおやすみおやすみおやすみうわー うん、練習頑張ります。みんなお休み。バイ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 。お休みお休みお休み。髪型また聞くわ。